コンパルホール文館が入居するコンパルホール大分市民図書館は大分県大分市にある公立図書館である。ホルトホール大分の1の2階に設置された大分市民図書館とコンパルホールの1階に設置された大分市民図書館コンパルホール文館とからなる。かつての大分市では1974年から移動図書館車の運行が行われていたものの、 常設の私立図書館はなかった。そこで、1986年6月に複合文化、施設であるコンパルホールが開館した際に、コンパルホール内にコンパルホール市民図書館が設けられた。この図書館は、当時としては珍しかった、休日宿日開館、午前9時から午後9時までの長時間開館といった試みを行っていた。また、 大分県内の公立図書館で初めて図書館、コンピュータシステムが導入されたのもこの図書館であった。コンパルホール市民図書館は1996年7月に図書館法に基づく図書館として整備され名称を大分市民図書館に改めた。2013年7月20日、ホルトホール大分の開館に伴い同施設内に移転。 コンパルホール内の施設は規模を縮小し、大分市民図書館、コンパルホール文館となった。図書の貸し出しは、大分市及び、湯布市に住んでいる者、大分市に通勤、通学している者が利用可能。利用には、貸し出し券の登録が必要である。貸し出し及び返却は、大分市民図書館本館、文館のほか、大分市内の12の公民館、鶴崎、 は北市民行政センターと書室でも可能。ありがとうございます。